いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はアオリイカを解説いたします。標準和名、アオリイカ、筒ツ,ツ,ツイカ木、ヤイイカ科、アオリイカ族、学名、セピオテウティス、レッソニアナ。近年のエギングブームにより、その名を馳せたアオリイカは、それまで両手でしか味わえなかった高級食材として、イカの王様として扱われていました。銅は丸みを帯び、左右に大きなひれ、耳を持つのが特徴です。 特にヒレは沈重され、刺身としてコリコリとした食感が好まれています。調子も良く、針にかかった後の力強いファイトがアングラーを魅了します。エギング、泳がせ釣り、野縁などで主に狙いますが、近年は手軽にできるエギングに人気が集中しています。今回はそのような煽りかの授業をしたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。解説する項目は次の通りです。生体と生息域、機動性と色覚、 餌の捉え方と食べ方。餌と液の関係。自由と退職。アオリイカの一生。生息範囲。行動範囲。攻撃性。用心深さ。好奇心。釣れる時間帯。天候や気圧と活性の関係。アオリイカ雑学。この12項目について解説いたします。生態と生息域について解説いたします。生息域と種類について。西はインド洋西部。航海から東はハワイ諸島。 北は北海道南部、南はオーストラリアまで生息しています。日本で確認されているアオリカは、遺伝子レベルの分析により、白いカ系、赤いカ系、クワイカ系に分化されることが判明しており、鹿児島より北に生息するほとんどが白いカ系に分類されます。また、太平洋側と日本海側でも遺伝子的な差異が確認されています。産卵と水温について、アオリカの成長は早く、1年ほどで一生を終えます。 適正水温は20度から30度で15度以下35度以上になると死に至ることがあります。日本国内で30度を超える海域はほぼありませんが、15度以下に下がる海域では生息域が限られ、低水温期は深場の暖かい水域へ移動し、水温が上がる時期になると移動する傾向にあります。活発に捕食行動をとる水温は25度から30度。春の不安定な時期よりも秋の方が食いが良いのはこの影響です。 通常の産卵シーズンは4月から6月、水温17度を超えると朝場に移動して産卵を始めます。また、高水温域の方が産卵回数が多くなります。同調 20cm 以上のメスになると産卵可能となり、海底にあるアマモなどへ好んで産卵し、岩や障害物にも産み付けます。約1ヶ月ほどで 5mm から 10mm の子供が孵化し、3ヶ月後には10倍のサイズまで成長します。 暗い場所を好み、日中は深場3メートル以上、夜間は湾内の浅い場所でも釣ることができます。夜間は満月の方が超過がよく大型が期待できます。また、低水温ほどボトム付近に生息するため、甲殻類、エビなどを好んで食べ、高水温ほど活発に行動するため、魚類を多く食べます。体型と体色について、ずんぐりした体型をしていますが、ヤリイカなどと同じツツイ科目に属します。それは、 分厚い船、甲がないことでも確認できますが、ヤリイカなどと違い、沿岸を主な生息域とするため、どっしりとした体型になっています。特に、耳と呼ばれる該当膜が大きいのが特徴です。瞬時に餌に襲いかかる瞬発力には欠けるものの、奇襲や待ち伏せができるホバリング能力、弾丸のように伸びる2本の触腕で餌を襲います。退職を状況に合わせて変化させる能力があり、海中で透き通るような透明色に変わったり、 もに隠れるように茶褐色へと変化し、カモフラージュします。機動性と色覚について解説いたします。動き方について、一般的にアオリイカは泳ぎが下手だと言われていますが、人間から比べれば驚異的にうまく泳ぐことができます。しかし、魚類のようにハイスピードで自在に泳げるのではなく、ホバリングなど水流に逆らった泳ぎが得意です。通常移動は該頭膜をひらひらと動かし、ロートを後ろ向きにして、 海水を排出しながら前進しますが、驚いたり逃げるときは、ロートを前向きにして海水を吐き出し、少量の墨を吐いて急加速で行進します。餌が視界に入った場合、スッと餌に近づく、ホバリングしながら待ち構えます。そのとき、触腕をまとめてロックオン体制を取り、餌に向かってまっすぐに見定めます。視力について、イカは視力がいいとして知られていますが、人間に比べてどうでしょうか。海中は青の世界であり、 白色のものを持ち込んでも青色に見えます。極端に言えば全てのものは青と黒で分けられてしまいます。しかし自然発酵する物質についてはその色を発色することが可能です。このように青の世界で生きるアオリカは青、緑の植域を主に感知することができます。海藻と魚の色の違いをはっきりと判別していると考えられています。さらに優れた機能は陸上から水面を見た場合、 波が光の乱反射によって海中が見えづらい現象が起きますが、アオリイカは目に変光機能を持っており、海表面の乱反射はもちろん、海中の小さな物質による乱反射も防いでいます。このため、遠くまで見通すことができ、また陸上の釣り人もはっきり見えていると思われます。光への反応について、アオリイカだけでなく海の生物すべてが光に対して敏感に反応します。アオリイカの場合、暗い場所を好む傾向にあり、 日中は深場へと移動しています。暗い間はバラバラに行動を取り、捕食行動をしていますが、日中は警戒心を高めて、整列して移動することが多いです。弱点について、イカの細胞は急激な塩分の濃度変化に弱く、特に真水に触れると細胞が破壊されてしまいます。このことから、加工液など真水が混じる海域ではなく、濃度が安定している場所を好む傾向にあります。また、長編みの年は産卵に影響すると言われています。 餌の捕らえ方,と食べ方について解説いたします。餌の捕獲について、陸上に住む肉食獣や海中に生息するフィッシュイタなど、狩りをする生き物には、獲物を追い回して仕留めるイメージが強いですが、実際は待ち伏せしている時間の方が長いです。これは効率よく獲物を仕留める手段でありますが、失敗も多く、狩りはリスクが高いことが疑えます。アオリイカも同様に、基本は岩陰などで獲物を待ち伏せし、 獲物を確認すると、食腕が届く射程内までそっと近づき、0.02秒という速さで食腕を発射して捕獲します。魚類に対しては、主に頭部を狙い、エビ類に対しては腰付近に狙いを定めています。捕食について、食腕で捕獲したら腕を縮めながら交代し、魚類は逃げられないように後頭部をかじります。その後、自分が安全だと思える場所へ移動して食べ始めます。餌釣りでは、 内臓が好物だと言われていますが、飼育水槽では内臓は捨て筋肉を好んで食べているようです。これは獲物の鮮度による影響があるかもしれません。また、水槽実験では小さな餌は丸ごと食べてしまうようです。通常、アオリカは生きた魚やエビを捕らえて食べますが、一度死んだ生き物を食べると次からは食べられる餌として認識するようです。捕食行動は時間帯によって異なり、 日中など明るい時間帯は集団で行動を取り、絶えず外敵を意識して岩陰などに隠れています。マズメジになると活発に行動を始め、岩陰から出て獲物を積極的に求めます。高活性時や産卵前の荒ぐい時には海面近くまで魚の群れを追い、ナブラが立つこともあります。餌のサイズについて、アオリカは自分の大きさの半分以下の餌を効率よく食べる傾向にありますが、生息域に餌が少なかったり、 何度も狩りに失敗して空腹時の場合は自分よりも大きな魚でも襲います。エギングでエギのサイズを選ぶ基準はその時期のアオリカのサイズに合わせることが基本となります。もちろん大型のみをターゲットにする場合はできるだけ大きなエギが有効となりますがアオリカは小型の餌から食べる傾向にあります。また周囲に捕獲できる餌がいない場合空腹時に共食いするほどです。成長速度が極端に速いアオリカは それだけ多くの食事が必要であり、獰猛な一面がありますが、そのためルアー釣りでは狙いやすいターゲットとなっています。餌とエギの関係について解説いたします。餌の種類とエギの形状について、魚類と甲殻類が餌のメインとなりますが、低水温器はボトム付近にいるため、甲殻類が主食になりやすくなります。エギの発祥は焼きエギとされており、焼けた木にイカが抱きついているのをヒントに考案されたものです。 当時は魚型が主流でありましたが、両方が発展するとともに、エビ型が主流になってきました。一般的に使用されているエギは、エビ型のもので、昭和からの釣りの場合、ある程度重量がなければ沖へ飛ばせないため、比較的重く設計されています。このため、ボトム付近を狙うのに適しており、エビ型が主流という考え方もできます。逆に、海水温が高い状況では、アオリカの活性が上がり、 ボトムだけでなく各レンジで食事行動をするようになります。エビはいつもボトム付近にいるため、この時は魚をメインにハンティングしていることが考えられます。魚型のエギは少ないですが、もしかすると高果生児は有効かもしれません。ハンティングするサイズについて、アオオリカが狙い定める餌のサイズは、自分の大きさの半分以下をメインとしているようです。しかし、餌が少ない状況下ではこればかりではなく、共食いも行われています。 お腹が空けばより獰猛化し、自分よりも大きなサイズの生後、鈴木でさえハンティング基準に入っています。しかし、普段は安全に餌が取れるように警戒心を持っているため、適正なサイズのエギで狙うのがセオリーとなります。生きていない餌について、餌釣りではアジなど生き餌で釣るのが基本となっています。生きていれば一箇所に留まることなく泳ぎ回り、広範囲に探ることが可能なため、断然生き餌の方が釣れます。 しかし、死んでいる餌でも釣れることがよくあります。飼育水槽に死んだ餌を与えた結果によると、最初は手を出しますが、離してしまいます。ところが、そこに落ちた餌を一度食すると、次からは普通に食べます。エギは、その死んだ餌と同じですが、釣りのジャンルから分類すると、ルアー釣りに属します。ルアー釣りの基本は、いかに生きているかを演出するというよりは、どうやって魚を騙して食わせるかにあります。 エギングも同じで、アオリカを騙して釣るのが基本となり、イカがエギを離す前に小さなあたりで合わせるのも有効です。好みの餌について、ある水槽飼育実験のデータで、生きた魚類66種、甲殻類10種、死んだ魚2種を投じした実験結果があります。ほとんどの餌を捕食したそうですが、草フグやカワハギは著しく捕食率が低かったようです。また、 この中で全く捕食されなかったのがカニ類です。逆に捕食率が高かったのはキシエビ、トウゴロイワシ、サツキハゼ、イソツジエビ、その他ハゼ族。意外にもマアジの捕食率は他の魚に比べて低く、マダイやイサキも同様に低かったようです。死んだ餌についてはウルメイワシ、マイワシ、キビナゴの捕食率が高かったようです。死有と退職について解説いたします。 オスとメスの判別について、アオリイカの死ゆは、太表の模様で容易に判別することが可能です。横筋模様がオスで、反転、水沢模様がメス。オスの方が成長速度が速く、大型になりやすいです。白いケ系は 3kg くらいが最大サイズで、それ以上は赤いケ系がほとんどで、6kg 以上に成長する大型もいます。メスは、ツラダについて、産卵シーズンでは、ペアリング行動をしている最中は、 すすら目向きしなくなくりますこの場合、体色が白くなっていることがほとんどで、藻場などから離れずにじっとしていることが多いです。潮による影響も強く、満潮時に産卵場が見られれば、次の満潮時には違う群れが入ってきます。また、一杯のメスのアオリカに複数杯のオスが寄ってくることが多く、熾烈な戦いをして、勝者が子孫を残す仕組みです。この原則から、最初にメスを釣り上げてしまうと、周りにいたオスがいなくなり、 イカが釣れなくなると言われています。退職の変化について、アオリイカは通常、半透明の退職をしており、海水にカムフラージュして移動します。これが、岩礁体や藻場に近づくと、茶褐色になり、周囲と同色に変化させて餌を待ち構えます。また、周囲の変化を感じたり、威嚇行動を取る際は、退職を次々に変化させます。会場から濃い茶褐色のイカを見つけたら、エギを迷わず投入してみましょう。 濃い色の時は興奮状態にあることが多く積極的にエギへアタックしてきます。運よくエギにヒットし取り込むことができたイカは釣り上げた直後はオード色をしています。地面に置くと茶褐色に変化しやがて白っぽい色になります。この白色の変化はイカが弱っていることの表れなのでリリースする場合はこうなる前に行いましょう。空気に長く触れることが弱る原因となるためできるだけネットを使って取り込み 海中でのリリースが好ましいです。また、手で触ると、火傷した状態になってしまうので注意しましょう。アオリイカの一生について解説いたします。産卵期は地域により異なるため、長期にわたりますが、大まかな一年は次の通りです。アオリイカは水温によって大きく生活の場を変えるため、毎年同じ場所で同じように釣れるわけではありません。どちらかというと、高水温を好む傾向にあり、低水温期は 沿岸の水温も下がるため、沖の深場へと移動します。沖の深場という表現は、どこにでも当てはまるので、あまり適切ではありませんが、特に黒潮が流れる太平洋側では、南下してより水温が高いエリアへと移動します。12月から1月に、この深場に落ちる行動が見られ、エギングでアオリカを狙うには、最も難しい時期となります。水温が上がり始める3月以降は、水温の上昇とともに、 産卵のため、徐々に水深の浅いアマモが生えるエリアへと接岸していきます。水温17度がキーワードで、毎年産卵症となっている場所でも、水温が低い場合は別の場所で産卵します。また、アマモなどの海藻類の成長も重要な要素となります。アマモは冬季に種子から芽を出し、5月頃に花を咲かせて、種子を落として枯れていきます。春から冬までの長い間、種子として海底で眠っているため、 その間に海底に何らかの変化があれば、翌年に同じ場所で発芽することはありません。アオリイカの産卵は通常複数回行われ、その後は力尽きて一生を終えます。海藻などに産み付けられた卵は1ヶ月ほどで孵化しますが、食べた餌の量や水温に大きく成長が左右されるため、秋には 300g から 1kg と個体差が大きくなります。 そして秋から産卵する春までが一番の成長期となります。このように水温や餌の摂取量で大きく個体差が出ますが、産卵期には 200g ほどの個体でも親となって子孫を残すこともあります。生息範囲について解説いたします。アオリイカはイカ類の中でも身近に生息し、砂地主体の場所や淡水が多く流れ込む場所を除けばほとんどの場所で釣ることができます。海水がきれいなほど生息数も多くなるので、 季節ごとのアオリカの行動に合わせて、適度に潮通しが良い場所を選択しましょう。水深が深い場所では、陶器もポイントになります。ボトムを中心とした狙い方が有効です。岬の先端付近は、潮通しが良く、魚影が濃い場所です。流れが緩む場所が狙い目となります。湾内は、どこもポイントになります。養殖ケスがある場合は、さらによく、イケス周りに大型の実績が高くなります。沖堤防は、バーレが少ない高ポイントです。 特に春は大型が釣れる確率が高くなります。ジーソや漁港が隣接する砂浜ではサーフエギングが楽しめます。ワンオの漁港は夜間での実績が高くなります。藻場はもちろん駆け上がりやストラクチャーがポイントです。河川がある漁港は塩分濃度が低かったり濁りがきついためアオリカは好みません。沖イソは一年中ポイントになりやすく、湾内に比べて水温が低い傾向にあります。特に冬季は 一番最初に下がる場所でもあります。沖磯で釣るなら地向きの実績が高くなります。沖向きに比べて穏やかな海域がポイントです。入り組んだリアス式の地形は生物が住むのに適した環境が形成されています。アオリイカも同様に生息数が多く、陶器でも深場であれば釣れる確率が高い場所になります。ジーソは特にマズメジの実績が高いです。捕食行動をしている活性の高いアオリイカが狙えます。ジーソが隣接した漁港では、 モ場が多く形成されやすいため、産卵数が多くなります。春から秋までの長い期間狙えます。底質が砂地主体の場所では生息数が極端に少なくなります。行動範囲について解説いたします。潮による移動について、港湾で魚釣りをする場合、道潮に乗って魚が湾内に入って活発な捕食行動をとり、引き潮で潮位が下がると湾岸へ出ると言われています。 これはシーバスなどのルアー釣りでも同じで、潮位が上がると、それまで浅かった場所にも行くことができるようになるため、比較的浅い場所で身を隠している餌となる小魚を食べることができるためです。アオリイカにもこの傾向は見られ、満潮前後に潮化が良いとされています。日照による移動について、アオリイカは暗い場所を好んで生活しています。これはフィッシュイーターの特性で、明るい場所では身を潜めて獲物を狙えないためです。また、 外敵から身を守る効果も合わせて持つことができます。夜間は朝場でも積極的に行動しますが、夜が明けて日が昇ると深く暗い場所へ移動したり、ストラクチャーなど影となる場所で身を潜めます。マズメについて、朝マズメは暗がりから出てきて今から捕食タイム突入。夕まずめは暗がりに戻る前の腹ごしらえとなります。どちらも活性が高い時間帯です。夜間について、水深が 1>, 1メートルもないような場所でも近寄ってきます。夜間は捕食行動がメインとなり、警戒心が薄まり、浅いレンジまで浮いてくることもあります。日中について、水深3メートルから15メートルの暗がりに生息しています。藻場や岩陰などのストラクチャー周辺に移動し、集団で身を潜めていたり、近寄ってきたベイトを捕食しています。水温による移動について、通常、アオリカが行動できる水温は13度から33度。 そして活発に行動する適正水温は20度から30度と幅広いです。日本には四季により水温の変動があるため、アオリカもそれに合わせて移動を繰り返します。水温15度を基準に深場へ、水温17度を基準に産卵行動をとります。沖縄などでは水温が15度以下になることがほとんどないため、四季を通じて同じ場所に生息しています。一日の行動範囲についてタグなどによる 標識放流の調査によると、11日後に直線で 120km 離れた海域で捕獲された例があります。1日にすると約 10km 移動したことになり、人間をアオリカのサイズに例えると 60km 以上歩いた計算になります。しかしこれは海水温に影響されており、暖かい地域では1日平均 2.47km 以下だったそうです。このようにアオリカは、 海水温に非常に影響されやすく、餌を求めて回遊するというよりも、住みやすい水温を求めて回遊していると考えられます。攻撃性、用心深さ、好奇心について解説いたします。成長を支える食欲と警戒心について、アオリカの寿命は約1年、それでも 3kg を超えるような大物を見かけることも多いです。このサイズになると外敵に襲われることはほとんどなくなり、沿岸部では食物連鎖のピラミッドの 上部に位置します。しかし、小さい時は捉えやすく、他のフィッシュ板にとって栄養価が高い格好の餌でもあるため、早く成長するということは、アオリカにとって文字通り死活問題とも言えます。そのためか、成長速度は驚くべきもので、それを支える食欲は旺盛。生後1日足らずで動くものを攻撃し、捕食行動を取るようになります。小さな時は、自分の体調ほどの相手に襲いかかることも多いですが、 自分の同調を超えるような獲物にアタックして帰り討ちに会うこともあります。ある程度成長した個体は、よほど空腹でもない限り自分の同調を超えるような獲物に攻撃を仕掛けることは少ないです。水槽実験では安心できる大きさの餌がない場合、餓死してしまうことさえあるようです。成長しても影が横切るだけで墨を吐くような警戒心の強さも見られます。しかし、その旺盛な食欲のため、 餌になりそうなものへの執着は強く食べられそうなものがあればとりあえず食腕を伸ばし確かめてみるという行動を頻繁にとることも知られています例えばエギのフォール中に対する反応が良い例で自然界において無抵抗な餌がゆっくり落ちてくるという状況は滅多にありませんいわば不自然な状況であるにもかかわらずエギに興味を示すというよりも手を出さずにいられないのがアオリカの根本的習性といえます 激しい攻撃本能について、こうした捕食行動以外にエギを抱く理由として考えられるのが邪魔なものに対する攻撃です。特に降雪機のオスは同猛で、自分のテリトリーに入ろうとする邪魔者には威嚇し、容赦ない攻撃を仕掛けてきます。メスを争うオス同士の争いは壮絶で、時に相手に抱きつき、足を噛み切ってしまうほどの激しさを見せます。他のオス以外の外敵に対しても激しい攻撃を仕掛けることがありますが、 いくらどう思うとはいえ、周りにいるもの全てに対して攻撃を仕掛けるということではありません。勝てそうにない相手の場合は逃げることもあります。追い払うほどの脅威を感じない場合もあります。その判断基準は相手の大きさが関係しているのではないかと思われます。エギングをベースに考えるならば、あまり小さなエギではわざわざ激しい攻撃を仕掛けて追い払わなければいけないほどの脅威を感じてくれません。むしろ自分がリスクを負っても、 激しい攻撃をして追いはわなければいけない敵だと認めさせるにはある程度の大きさが必要になってきます。もちろん大きければいいということではありません。その時のアオリカの活性にもよりますが、春先に大きなエギを使用した方が効率よく超過を伸ばせる理由はこんなところにもあるようです。カラーチェンジだけではなく、合数のローテーションも効果的だと言えます。発達した目について、アオリカに限らず、 イカ類が餌や敵を確認するために最も重要な働きをするのは大きな目です。過当な無脊椎動物には珍しく、目から得た情報を重要視しているのは、ガラス瓶に入った餌をイカの目の前に置く実験からも見て取れます。この状態ではイカが餌の匂いを感じることはできないし、触ることもできないため、何度も食腕を伸ばし、餌を捕獲しようとします。目から入ってくる情報をいかに重視しているかがわかる実験です。まぶたがないイカは、 極端な明るさを嫌う傾向がありますが、目から情報を得る上で、ある程度の明るさも必要になってきます。真っ暗な新月よりも、適度な明るさがある満月の方が、イカ漁には適していて、常夜島周りに超過が集中するのも、単にベイトが豊富だからという理由だけではないようです。また、生物が出す微細な光を捕食活動の目印にしているようで、イカを主食にしているカズハゴンドウというイルカの仲間は、 自らの唇を発酵させてイカを誘っているようです。自然界の神秘でありますが、軽ラ加工や夜行仕様のエギが非常に理にかなっているものだと言えます。好奇心と警戒心のバランスについて、イカは発見した対象物に興味と警戒心を持ちながら近づいていきます。興味とはそれが食べられるかどうかということで、警戒心とは襲って大丈夫な相手か、獲物に感づかれて逃げられないか、そして 狩りりをすする時のの自身の無防備なな状態警戒になりますこのバランスを命がけで取りながら獲物を襲うので、慎重に近づき、一気に襲いかかり、獲物の息の根を止めて安全な場所まで運んでから食べるという一連の行動につながっています。好奇心を刺激するについて、アオリイカにエギを抱かせる方法は、警戒心を刺激しないようにするだけではありません。時として警戒心を忘れるほど好奇心を 刺激させることが有効な手段となります。アオリカがエギに興味を持って近づいてきたとき、エギから少し離れたところで止まって、エギを確認するタイミングがあります。その確認が終わる前に、エギをアオリカから少し遠ざけてみましょう。少し距離をとってエギを止めておくと、アオリカは再びエギに寄ってきます。このようにわざと移動させては止めるといった動きを繰り返し、場合によっては一旦回収してまた投入を繰り返す。 こうしているとアオリカがじれてくるのがわかります。確認もそこそこにエギを襲ってくるようになるまでアオリカをじらし続け、最後に少し隙を見せるようにエギの動きを止めておけば、一気にエギを抱きにくるというものです。興奮したアオリカは、激しく体色を変えながらエギを追い回し、止まってエギを確認する距離は徐々に縮まってきます。ついには足元だろうが、表層だろうが、触腕が届く間合いであれば、お構いなしにエギに襲いかか,かってきます。 もちろん、いつもうまくいく作戦ではありませんが、この駆け引きのタイミングをものにすることで、エギングの引き出しが格段に増えるに違いありません。釣れる時間帯について解説いたします。アオリイカと日光について。アオリイカは日光を好まないので、日が沈んでいる間が基本の釣りタイムとなります。しかし、日中でも夜間と同じように釣ることができるのはなぜでしょうか。理由は以下の通りになります。活性が上がって餌を追い求める。 曇り空で日中でも薄暗い。水深が深く日光が届かない。海に適度な濁りがある。このように条件さえ揃えば昼でも釣ることが可能です。しかし、晴天下ではやはり超過が落ち気味になるので効率よく狙えるのは午前中や夕方になります。時間帯による超過について、ア青リカ狙いの兆候では夜間を狙うアングラーが一番多くなります。実績から見ても夜間の方が日中よりも高いためでありますが、 仕事帰りに行けるという手軽さもあります。しかし、実際には時間帯だけで釣れるのではなく、潮汐と密接な関係があります。例えば、日が暮れて1時間から2時間後に満潮時が重なる日は超過が良いとされており、逆に干潮だと期待が薄いとされています。このように詩を読んで釣りに出かけられれば良いのですが、その日だけ釣るというのももったいない話です。結果的に自分のスケジュールに合わせた調校計画となります。 時間帯によるアオリカの移動は次の通りです。マズメジは海全体のゴールデンタイム、生き物の活性が上がり、釣りでは一番の地合いとなりやすいです。日が昇ると日光が直接当たらない場所へと移動します。水深3メートルから15メートル付近が狙い目です。日が沈むとベイトが多い朝場へと徐々に移動していきます。マズメ狙いについて、朝夕のマズメジはアオリカが岸近くをうろついていることが多いです。このため、 エギは足元まで丹念に探っておきましょう。また、明るくなる前や暗くなる前は、ベイトの活性も上がっているので、アオリカの行動も活発になります。円筒を中心とするのではなく、ストラクチャー周りを中心に手返しよく狙ってみましょう。日中狙いについて、そこが透き通って見えるような状況では、岸近くまでアオリカが寄ってくることは少ないです。したがって、ロングキャスト主体の釣りとなります。できるだけ水深が深いエリアを探るようにして、 海底にモやストラクチャーがある場所を重点的に狙いましょう。潮の流れも重要で、潮が早すぎるのはダメですが、適度に流れている場所がいいです。夜間狙いについて。夜間は煽りかの行動範囲も広がり、積極的にベイトを追い求める時間帯です。この修正を考慮して、広範囲を探るようにしましょう。意外と足元付近に寄ってきていることもあるので、足元まで丁寧に引くの繰り返しで狙いましょう。 夜間は、マズメと日中釣りの総合的なものと考えればいいと思います。月夜と闇夜について。月夜はベイトが浮きやすいため、アオリカも中層から水面を意識しましょう。こんな時は、ボトムを取らず、スイミングも有効です。闇夜は、上夜灯周りにベイトが集まるので、絶好のポイントになります。月夜は上層。闇夜は上夜灯がキーワードになります。天候や気圧と活性の関係について解説いたします。 雨の恵みは条件次第について、雨が降るとベイトの活性が上がり、水面の雨音によってアオリカの警戒心は薄れるため、釣りやすくなります。しかし、条件によっては逆に全く釣れなくなることもあります。アオリカは塩分の濃度変化に弱く、真水を嫌います。大量の雨が降ると、川からの真水の流量が増え、水面を覆い尽くしてしまいます。近くに大型河川がある釣り場は、かなり広範囲に影響を及ぼすことも考えられるので、 地形を把握しし影響を受けける場所は避けましょうもう一つの条件は水温になります。秋から冬の低水温期の雨は水温をさらに下げるためアオリカの活性も下がり深場へ移動したりボトムでじっとしています。春先の雨は水温を上げるためベイトの活性が高まりイカの活性も上がります。夏の雨は上がりすぎた水温を下げ高水温を嫌って深場に住んでいたイカを誘い出してくれることもあります。秋から冬と 春から夏では雨が逆の効果をもたらしています。なぎの日がベストについて、波が高くうねりがあるような時は、イカも障害物の影や深場に住むことが多くなります。ボトムやディープ狙いに徹することになりますが、そもそもそのようなコンディションでは当たりが取りづらいため、港湾内などの波が落ち着くポイントを攻めた方がいいでしょう。アオリイカが活動しやすいのは、ベタなぎからさざ波が立つ程度になります。気圧とイカの活性について、 大気の圧力が高い状態を高気圧、低い状態を低気圧と呼び、その変化は空気中のみならず、水面下にも影響を及ぼします。アオリカ自身への影響もありますが、ベイトの動きによるものが大きいです。気圧が高くなればベイトはそこへ移動するため、アオリカも低層を意識し、低気圧は逆に上層を意識しています。高気圧時は晴れていることが多く、低気圧時は雨が多いので、水温などの条件にもよって変わりますが、 晴れている時は、底中心。雨の時は、上層を中心に攻めてみましょう。アオリイカ雑学について解説いたします。名前の由来について、アオリイカのアオリとは、馬の蔵の下にかける泥よけのバグのことで、漢字でアオリと書きます。これに、ヒレの形が似ていたことから、アオリイカの名が付けられたと言われています。他に、ヒレを大きく煽って泳ぐことから名付けられたという説もあります。地方名では、場所の葉に姿が似ていることから芭蕉以下、場所イカ。 靴の形に似ていることから靴イカ。水のように透き通って半透明なことから水イカ。卵をもに産み付ける習性からモイカなどと呼ばれています。英語名では大きなヒレを持ち、サンゴ礁に住むイカという意味のビッグリーフスクイットが正式名称となります。楕円形のイカという意味のオーバルスクイットと呼ばれることもあります。スクイットとはヤリイカ類の総称で、高イカ類のカトルフィッシュと区別されています。 イカの呼び名については、見た目のイカつい、イカめしい様子から来たとされる説や、よく泳ぐことから、イカとされたなど諸説あります。漢字表記のイカの由来は、死んだふりをして水面に浮かんでいるイカを食べに来たカラスを、逆にイカが食べてしまったという伝えから、カラスを属する、害する生物の意味の当て字になったとされています。カラストンビの謎について、イカ、タコ類のくちばしの呼び名、カラストンビの由来は、 上あごと下あごそれぞれの形状がカラスとトンビのくちばしに似ているところから来ています。捨てられることも多いですが、周りの肉は歯ごたえがあり、珍味として珍重されています。また、カラストンビはキチン質と呼ばれる硬いタンパク質からできていて、消化されにくい性質を持っています。マッコウクジラの体内から流禅光という非常に希少で高価な香料が取れますが、これはマッコウクジラが捕食した イカ、タコ類のカラストンビが消化されずに残り、経年によって石化したものです。イカ墨の秘密について、セピアカラーのセピアとは、イカの墨から作られる暗褐色の絵の具のことです。まだインクや染料が普及していなかった時代は、代用品としてイカ墨が用いられていたと言います。墨はイカ、タコ類のトレードマークとも言えますが、イカ墨とタコ墨では役割が違います。外敵に襲われた際に履くという点では共通していますが、 イカスミは粘性が高く、水中でもすぐに拡散しないため、スミを自分の分身として使い、敵を惑わせてその間に逃げます。一方タコスミは拡散しやすく、単に目くらましとして煙幕のように使えます。墨自体の旨みに関してはタコスミに軍配が上がるようですが、イカスミの方が採取しやすく取り扱いも簡単なため、イカスミ料理はあってもタコスミ料理はほとんどありません。イカスミ自体は無毒ですが、 イカシバケツなどの中でイカが墨を吐くと死んでしまいます。これは粘性の高い墨がエラに詰まり、呼吸困難を起こすためだと言われています。長時間生かそうと思うなら、墨が充満しないよう海中で生かすなどの工夫が必要です。液晶の原料はイカについて。テレビや携帯の画面などで使用されている液晶。その一種であるコレステリック液晶を作るのに、イカの内臓から抽出したコレステロールが使われています。 以前から寒暖系の液晶などに利用されていましたが、電気を使わずに表示を持続できるという特性から、近年では電子ペーパーなどへの活用が研究されています。イカ、液晶を持ち歩く日は近いかもしれません。今回の授業は以上となります。アオリイカを釣るためには、まずはアオリイカのことを知ることです。釣れないということは、まだアオリイカのことについて復習する必要があるかもしれません。 アオリイカの授業はいかがだったでしょうか何か一つでも参考になることがございましたら嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますのでそこからお入りください。 これから主流になると言われているディスコードに興味がある方がいらっしゃいましたら一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力、 今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。